堀本さんは、はい、あるマシーンに指示を与える人だという状況だと、うん、ちょっとイメージしてみます、うん、<laughs> あるマシーンに指示を与える人ね、はい、<ー>で、そのマシーンに何をさせたいかというとはい、はい、日本語で文法的に正しい文を、うん ずっっとと吐き出させるるていうようよななミッションがあなんか今風の仕事じゃないですか、はい、人工知能みたいなチャット GPT 開発みたいな感じですよ、ね、そう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 で、えー、っとただそういう機械学習というかね、うん、実際の文のデータを与えるんじゃなくって、うん、こういうような、えー、っとことをすれば、えー、正しい文をいっぱい作,れ作り出せますよっていうマニュアル書みたいなのをそのマシーンに渡してあげるとします。なるほど,どれぐらいの量になりそうですか えっとね、これね、めっちゃむずい気がします。<laughs> めっちゃむずい気がするよ。<laughs> っていうか、僕はあのー、大学で人工知能っぽいことを専門にやってたんですけど、<あ>それの時の知見を言いますと、はい、そのアプローチで自然言語を処理しようとしてみんな失敗してきて <laughs>、 <laughs> なんか結局無理だなってなって出てきたのがもうなんか機械学習で実例を大量に与えて学習させようぜっていうことなんで<ー>マニュアルを与えるアプローチはかなり厳しいんじゃないんですかだからマニュアルにもししようと思ったら10億ページとかそんなレベルじゃ収まらないものになるんじゃないですか <laughs> うんでもね10億ページのやつ生まれてから読んでないですね、うん、読んでないっすねっていう話を今回していきたいと思っています、うん、ゆるゲンゴワークラジオはい はい前回に続きまして前回はね単語ってかなりすげえなとうんうんスティーブ・ジョブスの iPhone よりも単語の方が発明だなっていうそういうことをね話してきたと <laughs> いやそこまで感心してないですよあれは <laughs> <え> <laughs> iPhone 以上の発明だーとかなってないっすよえなってましたよねいや <laughs> なってなかったよね <laughs> いや確かにすげえな日本語のかける一単語でそんないっぱい意味してたのとか気づかなかったな単語って確かに思ったよりすごい存在なのかもなぐらいでしたよ <laughs> ね単語って MacBook なんかよりも iPhone なんかよりも <laughs> い思って、ね 持っていればみたいなね思ってないよ思ってないんですかうんあのあ確かにこのお皿ってちょっと便利だなみたいなケーキとか持ってみてもいいかもしれないなぐらいの気づきだったよあまだそこかまだあ、ごめん iPhone ぐらいまで行ってなきゃいけなかったのもりついてないですねちょっと足りなかったかもしれない僕のちょっと力不足もあったかもしれないですけど今回はね単語に続いて前回予告でも言いましたけど文法っていうものに関して話していきたいなとだから文 まあるいは文法ってマジすごいよねっていう,うね文法ってマジすごいですよね <laughs> そんなにすごくないと思いますよ <laughs> <laughs> この話三時間やりましょうよいやです疲れそうなんでやですあでも文法はね本当すごいなっていう実感って日々 感じ別に寝る前とか文法にお礼って言ってない。いや言ってないっす。いやだからさだからさ水とか飲んでるじゃん毎日我々水さん毎日水に俺言ってます。いや言わないでしょ水に。何ってどういうことなの。や俺も文法に対して同じなのよ。確かに毎日使ってはいるけど別にあるのは当たり前だからお礼とか言わないでしょ何言ってる。いちょっとそれはねあの道徳が足りてないかもしれないあそうなんですか。僕が人手なしだからお礼を言ってないだけ。そういうことです。本当この文法って本当にねすごい。 すごいなと、うん、その言語学の本とか読むとねすごい感じさせられるんですけど、うん、一方でこのねじゃあ日本でいいですけど、うん、日本に生きてる人の中で文法って本当すごいな本当奥深いなっていう人ってすげえ少ないと思うんですよねまあそうでしょうねなんかね単語をねすごいと思ってる人ってちょっといる気がしていてなんか例えばはい、はい、ツイッターとかで、うん こんなな便利な単語を見つけたみたたいなのってまにバズってる印象があるんですよ。別にこれバズったわけじゃないんですけど例えば僕がここ最近で知ったので言うとはい、はい、えっとねアフターリズム、うん、えっとアフターにイズムあのアフターであとの。後のあと主義みたいなことそうですね、うんえっと っていう英単,単語があるらしいんですけど、うん、この単語の意味が時間が経っと、うん。めちゃくちゃよくある <laughs> 前回とかも、ね、めちゃくちゃよくある僕もあったしリ、うん、さんもあったんじゃないですかね、うん、あのラジオでしょっちゅうある気がしますねんか「これ言っとけばよかったな」って後から公開するやつあるけどうん、うん、アフタリズムの一言で。 ちゃんと表せるんですねそ,そうそうそうだからなんかそういう単語とかしてるとさうわーなかなかすげえ単語あるじゃんみたいな、うん、なかなか単語ってすげえんだなみたいなことって思う機会結構あると思うんですねそうですねえなんか堀本さんもちなみにそういう単語あったりしますこれ単語になってんだって感心したので言うと、はい、ジョンバール分岐点ですねジョンバール分岐点、うん、はは。ジョンバールさんっていう人がいるんですかそうですはい、はい、あのジョンバールさんが書いた作品に多分ちなむと思うんですけど、はい、す要は SF の多世界ものってあるじゃないですか、うん、世界が分岐していくやつの、はい、この瞬間から世界が分岐しましたっていう時ですのことをジョン・バール分岐,点分岐点じゃダメなんですかジョンバール分岐点です。いやだから分岐点だけど何が分岐してるのか分かんないでしょはいはいはい世界が分かれましたよっていう一点を表すための単語がこのようにあるんですよジョン・バール分岐点 <laughs> そんな正確にこのポイントって言わなきゃいけないタイミングはねあんまり僕感じたことないですけどでも例えばさよくあるじゃないですかあの 今世界分岐したなって思う時、あるじゃないですか。え、はい、え。普段暮らしてて。あったっけ。<laughs> あのね、フライパンに目玉焼き焼こうと思って、卵割り入れた時に、卵が二つ出てくる世界と。一つしか出てこない世界とに分岐するわけじゃないですか。うんうん、だから。分岐してない。で卵割った瞬間に、あ、今分岐したって言って。今ジョンバール分岐点だっていう。 漢字使えばいい。あのややこしいです。あのそんな例を挙げてこないでください。あのアフターリズムを実家で時間取っていただいて。これねアフターリズムありますね。これじゃなかったなって後からなりますね。まあまああのそんな風にそのこう面白い単語みたいなとかって例えばバズると思うんですけど、面白い文法バズって生見たことなくないですか。ああまあ地味だからでしょうね。地味？だって文法が地味。だってそうでしょう。何何にいっとするのが正しいのか何何おっとするのが正しいのかみたいなのって。はいはい。 面白くないですいや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 ,いや,いや <laughs> 面白くないでしょうまあでもそういう人が多いんだよね多分ね、うん、そういう人が多いと思うそんな話ツイートしてもバズらないもん絶対バズらないもんえっ5がいいかな二角がいいかなみたいな話でそうそうそう面白くないだから文法をツイートするか単語をツイートするかでバズるかバズらないかの世界が分岐するからジョンバール分岐点ですよねそれはでその後ツイートした後にあこっちじゃなかったって,ってアフタリズムが <laughs> そう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 バズらなかった世界でアフタリズムが訪れるわけですよね 木村さんに負荷を与えないでくださいあんまり前回の話っていうのは動物と比べてまあ人間の運法っていうのは複雑なのではないかっていう話をしたんですねでまあここねまあここもさ、うん、ここで複雑とは何なのかっていうことに関してもね、うんうん、いろいろあるわけですよ意見は本当は、ね、ちょっとはその辺のね定義曖昧なんじゃないかってよくいろんなところで議論されてる気がしますねはいまあ例えばそのねミツバチのこう8の字ダンスっていう、うん、あの え行動ありますよね餌のありかを伝えるためにミツバがこう8の字に踊るっていう動きとかありますけどあれだってまあ複雑。 そういえば複雑じゃないですかそれで方向を示したり距離も示せましたよね確かあれなんかねそんなあったよね八の字のなんか大きさでなんかを示して向きで何かを示すみたいなのはだったよね確かにだったはずなのでえっとそういう意味では複雑なのかもしれないんですけどちょっとあんまり細かいことには立ち入らずなんとなく複雑だっていう定義あんませずにえっとちょっとここから話を進めます今僕アフタリズムが早速出てまして八の字ダンスの話は知ってる前提で良かったのかなとちょっと動揺しますけどねこれはあの 非常にサイエンス本を読む人にとっては非常にポピュラーな話で高校で生物でやると出てきますけど高校レベルで出てくるのか。カール・ルフフォン・フリッシュの発見はノーベル 撮ってますあとは僕は中学受験の理科の先生をしていた時期があるのでもうあの信じられないぐらい中学受験の理科の問題でこすられ倒してて <laughs> どっちにねそれの時期も何回八の字ダンスのあだから <laughs> えらいもんでさその問題を教えすぎた記憶で今僕完全に思い出しましたよ8、はい、の字のくぼみのところから90度の方向に餌があるんですよ。ははははい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 、はい、で8の字の大きさで距離を表してたはず <laughs> っていうのを今思い出した。 教えてた記憶が急によみがえってきました今多分だからみんな知ってんじゃないですかねそうですねまあまあじゃあアフタリズムする必要なかったかもしれないはいあのジョン・バール分岐点に戻りたい気持ちですね今僕はね多いなちょっと用語を整理しましょうね今出てきたのは「文法」っていう用語しか出てきてないですまだ必要な用語は一切出てきてないですね今安心してくださいはいはいでこの「文法」っていうね用語も実はその言語学やってる人からするとなんかねあんま あまり文法って言ったりしない。僕らがイメージしてるあれのことあそうなんだ。なんか例えばその統語みたいな言い方をてですか統一の統に語は言語の語ですね。語<ー>とか。 統御するというか統合するというか、うね、はいはいはい。従える、従えるみたいな意味だよね。はい、そうですね。うん、で、まあ英語にするとこれはシンタックスって言うんですけど、うんうん、結構それこそシンタックスって言葉自体も割と言語学の例えばじゃあコーナーとかに行くとシンタックスって書いてあったりするので、はいはいはい、あとねこれねプログラミングやる人なら死ぬほど見ますよシンタクス。あ、そうなんだ。あのカッコ開きだけ開いて閉じるの忘れてたりするとシンタックスエラーって怒られるんで、あ、文法エラーだと。文法エラーってことですね。へー。 だからプログラミング絡みの人もシンタクスって言葉死ぬほど使います。あそうなんですね。うん、まあちょっとだから文法っていう言葉自体かなり定義がふわっとしているんですけど、うんうん、まあ厳密に議論したいわけではないので、うんうん、一旦まあここは統語とかシンタクスと言わずに文法という言葉を使っていきたいんですけど、わかりまかさ、受験英語で習った文法ってさ、うん、なんかどんなイメージありますまあだから なんか SVO の後に「to do を取るのか「do を取るのか「doing を取るのかみたいなのを丸覚えするやつですよね。<笑><笑>これが文法じゃないですか A 文法ね。A 文法そそ <laughs> そうそうそうああいうのとかもねそのある動詞がどういうものを取るのかみたいなものもそうですけど、うん、もっとねもっと広いここでいう文法っていうのはもっと広くてほうほう例えばですけど全知詞の後ろには「 うん、名詞が来ないとまずいですとか文ってのは名詞と動詞からできてますとかうん、うん、そんなレベルのものも全部まとめて文法と呼びたいと思いますだから動詞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 だと文にならないよっていうことですね、はい、そうですね食べる歩く寝る見るとかだと文として成立してないですよそう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 だからあの前回の登場前回登場した動詞で言うとねその洗うっていうのは、うん 人を取った後に「to do」「to」プラス動詞の原型みたいなのを取るっていう、うん、えとのって文法書に絶対出てきますけど、うん、こういうのばっかり教えると、うんえー、例えばじゃあそのこれを教えたマシンが、うん、こ,これが英語の文法ですよって,って教えると「うん、洗う洗う洗う,洗う,洗,う,洗,う洗う」みたいな動詞を吐き出してしまうかもしれない。うんうん うんまあ、洗うこれ洗うの事例では変ですけど、うん、まあじゃあその「洗う」は人取った後に「トゥードゥ」を取りますよっていうと、うん、主語なしでいきなり洗うから書き始めちゃうとか、うん、ってありえるわけですよね。てーでななのんか文ってまず えと主語があってうん、うん、その次に動詞を置いてくださいみたいなことまで含めて文法そうだ,、ね、だとするし我々がイメージするあの英文法書で覚えられさせられた細かい一つ一つよりもっと大掛かりなものも文法であるそうそうそう、うん、そうですねあのそれから時制みたいなのもそうなのでうん、うん、例えば何過去形にするときに基本的には ED をつけましょうはい、はい、みたいなものとかも文法にとりあえず入れるというなるほどイメージをしてもらえればいいんですけど、うん。 まあ、こいつがやっぱ大発明なわけですよね。<laughs> そうかな。<laughs> ええー、そうかな。<laughs> これが本当ね。革命が起きちゃってる。いや、うん、文法はさ、単語に比べてさ。はい。 どどうってことない気しますけどね文法は単語に比べてどうってことない気がする <laughs> 気がしますけどね <あー S 1> 最悪なくてもどうにかなる最悪なくてもどうにかなる <laughs> いやだって <laughs> 文法が <laughs> だって俺海外旅行行ってる時文法ぐちゃぐちゃの英語で喋ってなんとかなったから多分なんとかなるやろうって思ってますあーなるほどねあーえっとそのブロークンなそう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 英語でそそそうううなんとかなったなってことですですわんですわん「how much」そうそうそうとかなんとか言って <laughs> うん 三ドル三三ダラオッケーってやってなんとかなんとかそれで乗り切ったんで、それでいけるやろと思ってますね。それはね、堀本さんがね、うん、あの伝わるレベルの間違いしかしてないからですね。<ー>つまり文法ある程度知ってるからこそできるレベルの喋り方をしてる。はいはいはい、なるほど,るほどここからちょっとだからマジで文法がなかったらどうなるのかちょっと実験してみましょうか。うん、はい、はい、例えばじゃあそのえっ、ー、とここからいう文法ってちょっとじゃあ単語を並べるルールっていうのにちょっと限りますけど、うんうん、え例えばじゃあはいリンゴが欲しい。 うん、があったとします、はい、これじゃあ文法なくて好きに並べていいとしたらね、うん、えっと「欲しいリンゴが」とも言っていいわけですよ、ねうん、もう全然意味わかります統治法語になりましたねうんこれ意味伝わりますよね、うん、でも例えばこれもありえるわけですよ「欲しいがリンゴうんまあちょっと厳しくはなりましたね <laughs> 厳しくはなりましたけどそうですねまあまあギリ大丈夫かな「が欲しいリンゴああ <laughs> <laughs> ちょっと厳しいな「が欲しい」は厳しいな アイドルの名前みたいなが出てきちゃった。<laughs> ちょっとごつ目のアイドルみたいなやつ出てきちゃった。ガホシー <laughs> ガホシミキティみたいな命名前が <laughs> ちょっとこすられ倒して、新しい次世代の名前でガホシーが出てきちゃった <laughs> はいはいんですよだからあのアイドルの名前ってちょっと二分化してってさ、アイナ・ジ・エンドみたいな派手な方向に行くか、<うん S 2> ガホシーみたいな方向に行くかっていうジョン・バール分岐点が昔どこかでありましたない。<laughs> はい、のそうでしたか。でもさ、うん、正直ね、うんが「が欲しいが欲しいりんご」っていうふうに言われた時って、うん、ぶっちゃけ。 まあまあまあそれはいけますよねいけますよね、うん、なんかねまあ僕も頑張ればねガージャマですけど、うん、欲しいリンゴとかだったらね、うん、それは全然いけるね別にわかりますよね、うん、だからなんかこういう事例を取ってきて多くの人って「ホラミの文法って大したことねえじゃん」うん、っていうふうに言うわけですよでもじゃこれどうですかね、えー、まず元の文考えますあの言うと堀本は昨日 水野が紹介してくれた友達と会った。うん、あ、やばそう。これ、適当にバラバラにしてみます、ね。はいはい。が、水野会った堀本は昨日と紹介を友達、<laughs> 紹介、友達してくれた。どうですか。いや、やばいですね。<や>厳しいですね、それは。そう、でも、これ、いや、あの、僕今言ったやつは、うん、あの。堀本は昨日、水野が紹介してくれた友達と会ったと、お馴染みですよ。 <で>うん。なんで伝わらないんですか？それは無理ですね。で、そうそうそう。複雑すぎるね。はい。伝えたいメッセージが。そうなんですよね。うん、それから例えばえっ、ー、とこれ埋め込み文とかいうやつなんですけど、はいはい、文の中に文が含まれるようなじ、まあ、さっきのやつもちょっと含まれちゃってましたけど、うんうん、えー、例えば水野は堀本さんが、えー、道徳心の欠けた人だと思っているという文があったとして、うん、例文が気に食わないんだよな。<laughs> 例文がちょっと嫌ですけどね。そうですか。ごめんなさい。うん、ちょっと今。 適当にコンピューターに思うがままにキーボードを立てた結果なのであればしないでほしいんですけどこれとかも例えば自在に入れ替えたら堀本さんは水野が道徳史にかけた人だと思っているっていう順番にもできちゃいですねでもそれをじゃあ同じ意味ですよとか言っても違いますしっていう意味でこういうね文の中に文を埋め込んだものとかあるいは並列文堀本さんはケーキを食べて水野はパンを食べたみたいな文っていうのを え文法なんかいらないよ自在に並べなればいいじゃん単語っていう人には、うん、これはねちょっとね無理ですよそれはと確かにさっきのリンゴが欲しいレベルだったら情報がシンプルすぎるからどんなに入れ替わっても意味って入れ替わらなかったけど。はい 堀本がほにゃららし水野がほにゃららするレベルになると入れ替わっちゃったり意味逆になっちゃったりするもんね、うん、そうなんですよだからそこはやっぱり入れ替えてあもちろんね、うん、1その一個ずつ文を発話するっていう手もありますけど例えばその堀本は昨日水野が紹介してくれた友達と会ったっていう文を「うんえー、堀本は友達と会った、うん、その人は」 水野が紹介してくれた人だっていうふうに二分に分ければまあ分かるかもしれないけれどもこれもね堀本はえと水野が紹介してくれた友達と A さんが紹介してくれた友達と えっと自分の彼女と会ったみたいな文の方もう、うん、厳しいな。ちっちゃがめっちゃ厳しいね。なっちゃうので、ね、やっぱりその並べる単語だけではやっぱき発明としては厳しくって、ね、単語が一定程度増えると並べる規則みたいなやっぱ作りたいなっていうのはしょうがないことだと思うんですよね。うん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 。でただあのもう一個制約としてですね、人間って音を同時に発生できない。 ってあいうえをかきくけこうと同時にさし捨せとたし捨せとって同時に言ってさらにその同時にマミムメモみたいなことって言えない人は言えないじゃないですかモンゴルで同時に2つの音を発生するホーミーっていう発生方法があるらしいですけどホーミーホーミーそれは発せてますからそれはいけますよあ提、えホーミー前提の言語設計してると <え>いやでもそうでしょうモンゴルでホーミーできてる人がいるってことは全人類習得多分できるわけですからホーミー前提にしても別にいいホーミー前提でも別に構わなくないですかああえちょっと日本語ってのはホーミー前提じゃない言語ってことになりますよ <laughs> 大丈夫ですかそ,<れ笑>そうですねあの何でもないです今もう早速アフタリズムしました <laughs> 何言ってんだろうホーミー前提って何と思って。 <laughs> そうですよ。方音前提とかないですかよ。方音 <laughs> 前提じゃなくてね。基本的にね、うん、人間ってのは特別な訓練をしない限りは、そうですね、音ってのをこう一個しか出せない。一列にこう出していくっていう制約があるわけですよね。うんうん、まあこういうその言語っていうのはこう音を一直線並べていかなきゃいけないんだっていう制約を。 え線状性みたいな、えー、っと用語があったりして<う>これも言語に重要な特性なんだっていうことを前回登場したソシュールさんとか言ってたんですけど線状性っていうのは線を、えー、ラインの線ですねだから、うんえー、何境界線の線に状、はい、っていうのね表記揺れがあるんですけど<う>メジャーなのは状態の状ですね出た状態の上で伝わる、えーっまあのあれはちょっと難しいやつだえっとだから状態変化のうですねそうですね,そうですねはいはんはんはん 出たよその訳語翻訳同じ音だからこっちの漢字の方がええやろっていう派閥が分裂して二、うん、つの表記が混在するやつね。そうなんですよね。ありますね。語ってねあのさっき新タクスのこと当語って言いますけど、うん、まあ当字っていうふうに字ってのは辞書の字ですね。うん、ああ音も違うパターンか。っていうふうに訳す。はあはあ 人もいたりだとか、はい、まあ戦場戦の状の字はあの鉄条網の状にするケースとかもあったりして、なるほど。ちょっとねあの表記の揺れがあったりだとか、専門家によって使う用語が違ったりすることがある。翻訳統一してほしいなってなるやつよくありますよね。まあこれ翻訳者が魂い込めてその訳語を考えているケースっていうのがありますからね。そうですね。それが理論のこの信じている理論とかとバッティングする場合もあるので必ずしもね。そういうふうにも言えないんですけど、まあ今回はじゃあその戦場戦の状の字は状態変化の状。 メジャーな方だと、そうですね、覚えてくれればいいと思うんですけど。わかりました。はい。まあ、とにもかくにも、えー、っと。 同時に発生できないなるとあと一列に並ぶわけですよね。うん、そうすると一列に並べなきゃいけないって制約があるからであればもうやれることっ並べるルールを整頓するしかないなってなっちゃうと思うんですよね。あ、はあはあ、そういうことかそういうことか。同時に音出せるんだったら結構複雑にいろいろできるけど、はい。あ、そう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 。だって今って一次元一次元にしか音出せないって言っていいですかね。いいんです一列に並びますよね。うん、でもじゃ例えば二個同時に発生できるとしたら、うん、縦縦方向にも、うん、横方向以外に縦方向にも作れるの。 音楽の楽の譜みたいにでできるってことよねねそうす同時にいっぱい音出すよっていう指令もできるってことだはいだから例えばですけど、えー、っと何か例えば「太郎犬飼ってる」みたいなのの太郎、うん、のところにだけ「あー」って音を同時にのっけてる、うん、発,音発音できるだとしたら「うん、かのあー」ってのっけたやつが主語ですよっていうののマーカーにできたりだとおお面白いそれそういうこともできるわけですよね「太郎、ね、あー犬飼う」でホ,ホーミーでちょっとやってみてもらえますか <laughs> <ょ> <laughs> できないね、俺。変な咳出ちゃった <laughs> え。ホームって唱えオーブン。シューイってたのにオ <laughs> ーンやったことないから、想像で今やったら変な咳出ちゃった <laughs>。死人みたいな咳出ちゃった。悲観死に。<laughs> 何かが入ってますんかねえ、出 <laughs> ちゃった <laughs>。大丈夫ですかちょっと <laughs>。<laughs> ちょっとね、病み上がりだったんで、変な咳出ちゃったんですけどはい、はい。そうそうそう。そうかそうか。だから。<laughs> あ、だから、えっ、ー、とね、太郎が犬だったらまだマシだから、えっ、ー、と、堀、うん、本さんは、水野をけなした。うん。 っってていうのって水野は堀本さんをけなしたっていう文も、うん、この今水野堀本をけなすっていう3つの要素だったら考えられるわけですよね。で,すねでも堀本ってところに「あー」ってのっけるだとかうん、うん、あるいは逆に、えー、とけなされた相手の方に「えー」って入れるとかなんかそういうような。 ことををしてて意味を伝えてもいいわけですよ、ね、なるほど。ああ、面白いね。だから、ホーミー前提の言語があるとしたら、そういう設計になってるかもしれないですね。ない言語の話しちゃってるな <laughs> ない言語の話しちゃってるなホーミー前提の言語だ。堀本、あー水野へけなすってなってる可能性もあるってことです、ねええ。僕、堀本さんに冒頭、うんあの、ホーミー前提でマシンに言語を教えるとしたらって話してないですよね、僕。あれ、なんか、そういう問題じゃなかったです。ホーミー前提で指示を出してくださいっていう話じゃなかったし <laughs> ーーです。 でき全体の言語 <laughs> いやこんなこと言わなくていいんですよ普通 <laughs> あの俺教科書なんだけどだ、ね、ホーミー前提の話出てきてないっすから現在の参考書の前書きに書いてないっすかただしホーミー前提ではないことをここで申し添えておきたいみたいな教科書の最初に書いてないっすかないっすねその演習問題みたいなこととかねからただしホーミーは想定しないものとするとか書いてないっすね大体 <laughs>、ね、そういうの書いてありますけどね ににもかくにもく、うん、言語にはさっき言ったように線状性一列に並ぶっていう特性があってはい、はい、言語とかまあ音かなじゃあ今回で言うと、うん、<laughs> 音をこう同時に発生できないっていう制約があって一列に並べるっていうふうにするとうん、うん、並べる順番を決めて意味を 確なるほど。っていうような,なえとアプローチをすることになるとうん、うん、これは別に、えー、とある程度複雑な内容を伝えようと思ったから並べるルールができたって言ってるわけじゃないことにちょっと注意してほしい。うんうん、つまり、えー、とこの文法ってのは、うん、複雑なことを伝えたいからできたんだよ。 っ言ってるわけじゃないんです。ああ、そうじゃないんですね。<laughs> はい、そういう目的がこうだっていうことてあ。はい、はい、はい。そうか、まず性質、としてそもそも。一次元に並べることしかできないから。はい。なんか、ルールつけようと思ったら、並び替えるぐらいしかできない。はい、だし、これ、ほら、例えばですけど、そうやって。ルールができたから、複雑なことも伝えれるじゃんってなったのかもしれないし。うん、なあ、なん、ね、か、そう、目的と、原因と結果。みたいなことに関しては、僕は何も。今。はいはいはい 意見はないというか、わ <laughs> からない。なんか吐き気が悪いな、<laughs> ずっと。<laughs> そんなことを思っていたんだ、みたいな。うん、前回も J−POP の歌詞みたいなのありましたけど <laughs>、これについては僕はわからない。<laughs> J−POP の歌詞シリーズなんなん、定期的に。 <laughs> そうですねちょっとね <laughs> 不正確な物言いを吐いそう配送と思うとちょっとこうなっちゃうんでこれについては僕は分からない,いう、ね、そうまあとにかく言語っていうのは、うん、えとそういう事情、うん、えと音が一つ並ぶっていう制約だとか単語っていうのを操っていろいろなことを伝えるっていうものがあったのであったのでっていうとよくないかな、まあ、あったのでじゃあ文法を持つようになったのかもしれない、うん、っていうことですね。うんうん、なるほど,なるほど、はい、っていうのがこの文法のすごいポイント。ううん、うん 今の話さあれにちょっと似てるかもしれないよね。必要はは発明の母は正しいいかっていう話はい、はい、ほうほうあ,あんまそれ聞いたことないか。ほんとっすか、はい、これものづくり系の話を読んでるとよくあるんですけど、うん、必要は発明の母っって昔からめっちゃよく言われることだとだ、うん、つまり人類は夜でも明るい部屋が欲しかったからエジソンは電球を発明したのだっていうのがよく言われることなんだけど実際には基本的にそうではないと。うん 技術があるからみんな何とかして使い方を発見したのだと。ほう、あ,あんまピンとこないな。エジソンがね。はい。電球を作ったのは必要だったからかわかんないですけど。うん。電球以外にエジソンの主要な発明品あれ？はい。電話。うん。電話はベルですね。あ、そっか。ラハムベルか。<laughs> そうでラハムベル。あ、白熱電球？いやだからそれ電球やろ。うん、<laughs> 電球以外 <laughs> ポンコツだな。 電球以外。なんか思いついたな。白熱電球や。<laughs> それや。それじゃないっす。さっき聞いただけでした。<laughs> それじゃない、それ。次に出てくるやつ。えっと、霊界と更新するための機会。やってたけど、エジソン、なんかそう怪しい研究みたいなのしてたけど、それじゃないっす。えーっと、 特許を侵害されないように訴訟しまくること <laughs> 私エジソンそれも有名なんですけど <laughs> あれエジソンの発明って何だったっけ訴訟王と言われたんですけどエジソンはエジソンの有名な発明って何なの言っちゃうとあれですね蓄音機ですねあ蓄音機そっかはいはいはい、うん、蓄音機ってさ、まあ、エジソンの有名な初期の発明品としていろんなとこで言われるんだけど、うん、あんまり受けなかったんですよ <laughs> 当時うん <laughs> うん,うんまあエジソンはこれを、まあ、ちょっとメッセージを残すために使ったりとかねはい えー、文字が読めない人向けに<ー>耳で本の代わりになるようなオーディブルかまあオーディブルだねはいとして使えるぞって言って作ったんですよはいでみんな使ってねって言ったんですけどまあ鳴かず飛ばずだったんですよんところが後に10年とか20年とか経って需要が発掘されて、うん、というか逆かな20 10年とか20年とか経ってこの技術なんかに使えねえかなって知恵を絞ったやつが 新しい使い方を生み出したんですよ蓄音機のな、うん、うん、何だと思いますあれですよね蓄音機ってのはこんなんか分かんないけどボタンとか押してわーって喋ったらその音を記録してくれて<う>ポチっとするとその音が再生される,、ね、再生される伝言とかさそのさっき言ったけどさ、うん、まあその本みたいなもの以外で、うん、その音記録して残しとくメッセージってなんか使えるようなものあるか発想が貧困ですね <laughs> 多分もう現代社会に毒されちゃってますね水野さんえー これでもリスナーさんも結構そうこんな感じなんじゃないのかな正解は何ですか音楽ですね。言われたらそりゃそうだろうってなりますけど、ね、わしとしたらだ。<laughs> あらいけない。メッセージを伝えるニーズってそんなにないんだけど音でうん、うん、音楽をどこででも聴けるようになります生演奏以外で。 それビクターのさ<う>写真のあれじゃん<う>あの犬が蓄音機に耳かしげてる、ね、傾けてるやっている有名だねロゴにもなったやつだよね、はい、ビクターのはい。 あれですよねだから音楽を記録するのにこれ使えるやんってなって使ったやつが爆発的にこの技術を広めたああだからビクターってそうかビクターあれですもんねオーディオのメーカーです、ね、そうですねあだからもしかしたらそ広めたのビクターなんじゃない知らんけどなんかねちょっとそんな気が、まあ、とにかく,かくにもビクターのあれってだから蓄音機のそういう皮肉な事情っていうのをすげえ分かりやすく示した絵なんだなって今思いましたねうん、うん、そうだね、うん、多分ねそうだからこれも結局 必要だと思ったからエジソンを発明したんですけど必要じゃなかったんですようん、うん、だから必要は発明の母ではなく発明された技術を見て誰がこれなんかに使えねえかなってなってああ音楽記録するのに使ったら神やんって気づいて使いましたよはい、はい、だから必要が発明の母なんじゃなくて発明が必要の母なのだ、うん、はいはいはい発明が必要を生むということですねそういうことですね、はい、という話があって 今の話にちょっっとと似ててるな思つまり文法が複雑な内容を伝えるために発展したのかは分からない。わ <laughs> からないですね。必要が発明の母なのかは分からないんだけど。<laughs> はいてか必要が文法の母なのかは分からないんだけど、うん、文法が発達した結果複雑なものをしゃべりたいぞってなってみんな複雑なこと喋り始めたのかもしれない。はい、だから文法が必要の母だったのかもしれない。ってことですね。もうね、うん、そうあのこの うん、文法はなぜ生まれたのか、うん、文法の起源だとかっていうのってもう。 いろんな人がいろんな意見を言っていてとても素人が意見を言える場じゃないというかうなるほど,どうやって言語が生まれたんだろうどうやって文法が生まれたんだろうなぜ生まれたんだろうっていう問いって、うん、でかすぎるし、うん、まあそれこそ,その有名な多分世界で一番有名な言語学者といえばあのノーム・チョムスキーっていうはい、はい、聞いたことある言語学者だと思うんですけど、まあ、チョムスキーとかが意見を言ったりしている、うん、チョムスキーレベルででようやく議論できる <laughs> 世界最高みたいになってようやくしゃべれるとかは文法っていうのを を文法のは遺伝的に、うん、ええと持っているというか。まあ突然変異なのかな。うん、まあ、急にその文法のモジュールみたいなのを積んだ個体が現れて、うんうん、まあ、ええー、と、人間っていうのも生まれながらにして、ええー、と、文法を。まあ、オギャーの段階で文法の基本的な、うん。 えっとユニットを持っているんだみたいな主張とかを。しているのがチョムスキー。生まれつき持ってんすね。はい。チョムスキーの主張ではそうなっているんですけど。<ー>まあ、とにもかくにも。無理ありそうだけどな、その主張。でもね、チョムスキーのその研究っていうのは、あのまあ、チョムスキー <laughs>。また難しいんですけどね。そのチョムスキーをどっちのレベルの話でするかにもよるんですけど。<laughs> お。 ジョンバール分岐点の話してます <laughs> チョムスキーがどっちのの世界に行ったかの話してゃす <laughs> チョムスキーを文法をその遺伝的な側面とか進化的な側面で文法を語るチョムスキーの側面もあればシンプルにそのある例えば英語の文法とか世界中の言語の文法をどう記述どのような理屈でできてるのかっていう完全に文法的な面でやってる研究もあるわけでだからそこはねすごいねそのど,どっちの話をするしてるんだろうみたいなところにもよってきてすげえ俺歯切れ悪いなって思ってるんですけど。<laughs> <laughs> はいはいと <laughs>、まあ、にもかくにもその文法の起源みたいな話はちょっとおっかなすぎるので、うん、しゃべるとしてもめちゃくちゃ勉強してからになるかななるほど、はい、ちなみにこの埋め込み文ってやつ、うん、さっき言ったようなそのは、えー、水野堀本さんがまるだと思っている、うん、え例えば正直者だと思っているみたいな文があったとして、うん、こういう埋め込みっていうのは人間以外で理解できる動物は相当少ないと考えられているいないかあるいはいても相当少数 理解できない動物の方が多そうだとは言ってよさそうでな,なんか前回の話だと動物も結構言語っぽいものは持っているてい、ね、はい単語は理解できるしそれから文法を持っていると考えられている動物もいる、うんえー、例えば四ウからカラとかへ<ー>、はい、鳥の四ウからとかは文法を持ってるってことはあれですか順番によって意味が変わってきたりするってことですかそういうことですそういうことです<ー>つまり例えば AB っていう内容を伝え AB って A と B って単語があったとして、A、B って言ったら、ああ、はいはい、あれねって言って、主従からが理解して何かしらの行動を起こすんだけど、それを B、A に変えると、主従からは行動しなくなる。みたいな。なるほど。B とか A とかってのは鳴き声ですね。ピーツピジジジジジみたいなのと、ジジジジピーツピみたいなのがあったとして、どっちかの方、だからピーツピジジジだっけな。は警戒して集まれみたいな意味たと思うんだけど、それをジジジジピーツピみたいに変えると、んなんやみたいな風になるっていう実験がさっの。 リンゴが欲しいなのかが欲しいりんごなのかで、うん、ちょっと成立してるかしてないかが微妙になるから、はい、順番入れ替えただけでも通じなくなるそういうことですねじゃ文法があるって言ってよいってことですねつまりここで言うそのか文法っていうのは並べるルールですよね、うん、その A, A っていう鳴き声と B っていう鳴き声はこの順番じゃなきゃ伝わらないっていうものが四十らにはっきりあるっていうことを実験で示しているわけですからこれは文法と呼んでよさそうだと思うんですねただ四十らはいやこの前 あの会ったこの四十からのこのこの子,この子めちゃくちゃ可愛いと僕は思ったみたいなことは言,、うんうん、言えないさすがに言ってなさそうだ今のところ少なくとも見つかった、ね、なるほどなるほどだっていうことですねうんまあ確かに言ってなさそうですもんねはいそこまで難しいことを言ってなさそうだ気はしますよね、うん、まあとかあとね超越性みたいな言葉で呼ばれたりしますけど<ー>、えー、現在今体験していないことを語るとかね <は>うん、動物は多分あんまりできなさそううだだっていうだから昔俺が悪かった時の話なんだけどさ「うん、こんな先輩と喧嘩したんだよね」みたいなことはあんま言わないそうですねとかあの「亡くなったおじいちゃんがどうだった?」とかそういう会話とかあるいは、えっと、もし俺が翼生えてたらいいなーみたいな家庭の話とか、ね、こういうようなこととかはおそらく動物は話していないのではないだろうか。 と考えられているっていう感じですね。ねこれは人間の言語特有の体験していないこととか過去のこととか埋め込みとかをできるっていうのがまあポイントかなと思いますね。あのドクター・ドリトルっていうドラマシリーズあるじゃないですか。動物と物,物と喋れるお医者さんだか獣医さんだかの話ですよね。はいはい、で、あれの中で結構いろんな動物がいろんなこと喋りかけてくると思うんですけど、はい、えとだからバカ野郎みたいなシンプルなやつもあると思うんですよ。うん、だからそれは多分 現在のの研究のコンセンセサスと一致してて、はい、で逆にお前みたいに俺も人間として金も使っていいもん食いてえわみたいなことを言ってる鳥がいたとしたらちょっとそれはコンセンサスに合ってないよっていう交渉甘いんじゃないですかドクタードリトルさんって怒ってよいってことですねやめたほうがいいと思います <laughs>、はい、やめた方がいい,い映画配給会社にクレーム入れていいっていうことはいやややめてない,いですではないです 悪用しないすごい今日はいい学びを得られましたドクター・ドリトルの交渉が甘くても苦情を言ってはいけないという非常に貴重な学びを得られましたそれは言語学の知見言はないんですかじゃないです言語学者がそう言ってるわけチョムスキーがそう言ってるからなんですね先ほど文法単語を並べるルールどういう順番で並べるかっていう話をしてきてこれが一番如実なのが英語みたいな言語かなと。 英語ってかなり語順で意味をもうやっちゃうというかはい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 、えー、だから、えーと「please call me ken」みたいな時の「うん、call me」と「ken」の順番を入れ替わっちゃいけないですよね「私を ken」と呼んでくださいっていう時の「私」と呼び名は動かない。はい はい、これは順番で意味を指定してるからそうですねて中英ああ素晴らしい素晴らしい、うん、しっかり知識が生きていますよ,、ね、よかった義務教育の記憶がありますはいだから多分じゃあ「you call me n だとしたときに、うんえー「you と ken と me と call」っていう4つのパーツを堀本さんにポンと渡して、うん、じゃあ、えーとこえー、とあなたは「c a、うん、と can call me ken」っと私をケンと呼ぶっていう、うん、え文を作ってくださいって言ったらもうできることはつですよねそうですね えっと意味正しく伝わらないって。いうルールがはっきりとあるのが英語だとするとうん、うん、日本語ってどうです。日本語は自由っぽいね。うん、えっと。さっきの例で言うと、私を剣と呼んでください。でもいいし、うん、剣と私を呼んでください。あ、ちょっと変だな <laughs>。まあでも伝わりますけどね。まあそうね。まあ、でも剣と私を呼んでくださいって言うとあの。うん 遠くのケントを自分を「はい」って言って呼んっるようにはなりますねまあでもなんかいろんな事例で割と英語より融通聞きそうではありますよねそうですねえっと呼んでくださいケント私をとかでもまあまあギリギリ数字そうではありますかちょっと呼ぶだとえっとあれだねあげるとかの方がいいかなだからあそうだねえっと I gave an apple him an apple I gave him アンナポはい。はい、って言った時に、えー、この順番しか英語は取れないけど、はい、彼にリンゴをあげましたっていう時はこれしか取れないけど、えー、日本語にするんだったらは私はリンゴを彼にあげましたでもいいし私は彼にリンゴをあげましたでもいいよね。うん、はいもう変な話あげましたリンゴを彼に。でもいい、ね私が。でも別にいいわけですよね。うんうん、日本語ってまあ語順であんまりやらない言語だとも言える。うん うん、これ、さっきの例で言うと、ホーミー的なんですよね。<laughs> ちょっと、さっき散々否定してたのに気に入っちゃってるじゃん、水野さん <laughs>。いただいちゃってるじゃん、俺のホーミー <laughs>。俺のホーミー、いただいちゃってるじゃん。あたのホーミーじゃないよ。<laughs> 俺のホーミー。私たちのホーミー。<laughs> <laughs> 私たちのマジ <Yes. S 2> いや俺たちのじゃなくて、モンゴルの方の人のホなんですけど <laughs> そ。そうだわ。<laughs> まあまあまあ。つまりささっきの提案でいうと同時に二個の音発生できるなだとしたら主語のところで「あー」って言えばそれが主語だって伝わるっていう仮定をしましたよね。えっと私はケンにチョコレートをあげたとかも「えとあー私ケンチョコレート」であ語るって伝わるわけですよね。でこの あーに変わる。<laughs> あーに変わるってなんだ <laughs> さっきから。<laughs> そんな言語ないのよ。あーで主語を示す言語、このようにないの <laughs> いやでも、そ,のそういうあーみたいな要素をつければ、うん、別にどの位置にその名詞があっても主語だって分かるわけですよね。うん、あー、そうだね。うん、そうだね。で、その機能をあーじゃない形でやってんのが、日本語の格女子なんですよ。<laughs> ホーミー一回説明に入れる必要あった <laughs> <何>主語だっていうことを表すために私がはそれいらん <laughs> 主語を表すためのマーカーなんですよでいいじゃん <laughs> なんで一回ホーミー経由したん <laughs> ホーミーだ、ね、ま,あま,あまあまあでも分かりました分かりました,ました私はとか私がっていう表現が主語を表してるんで、はい、英語にはそれがないから順番しっかり必要だよねそう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 ,そうだ,、ね、だし日本語の場合は格女子っていうマーカー、うん パーツ文、うん、の中でこういう役割ですパーツをつけるので、うん、つけてさえいればどこの位置にいても意味は伝わる別にいくらでも動かしてもいいうん、うん、逆にでも、えーと「僕が水野大樹です」はいいけど「うん、が僕です水野大樹」いまずいで、うんま、すね。それら角助詞とかの位置っていうのははっきり決めなきゃいけないですけどそ,、ね、それさえしっかりつまり名詞と角助詞みたいなユニットがしっかりくっついていれば正しく、うん、どこの位置においても 伝える意味っていうのは大きくは変わらないのでこんなような形で、えー、と日本語の場合は語順を自由にある程度できるみたいなところがあってこれはだからその文法っていうのは並べる規則のことだけではないんですよっていうことの調査だと思いますねだって日本語は語順別に自由じゃなくてもいいけど別に文法はあるわけですそうですねだからまとめるとまあ語順を表す場合もあるし、はい、そうじゃなくてなんかじゃあ <laughs> 女子みたいな細かいいパーツをくっつけまましょうみたいな決まりの場合もあるそうですねだからああみたいなのをつけましょうっていう決まりの場合もあるないです <laughs> 危ない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 クいけなかったがこれ心理学のテクニックであるよねあの「うん」っていう質問をいっぱいさせることで「<laughs> 今度デート行こうよもう,うん」って言わせるみたいなやつ <laughs>、はい、あれいけるかなと思ったらいけなかった、ね、危なかったでです今認めるとこすで, <laughs> <laughs> でもないとは言い切れないですよね もしかしたらなんかそのモンゴルあたりのちっちゃい村でそうやってコミュニケーションを取ってる部族がいる可能性もゼロではないですよねゼロではないないですよね。はい、よしじゃあ大丈夫です <laughs> なっとかでも今みたいな話でまさにそうで、うんえー、世界中の言語ってまあ7000以上あるまあ統計にはいるんですけど7000以上あるとされているんですけど、うん、まあその7000以上のものをさすべ、うん、てそれぞれ一個ずつさ、うん、うん、よしこれはなんかまあ語順でやってる、うん、これは てやっるこれはホーミーでやってるみたいに分類ホーミーありきだなずっとしてっても7,000だからさすげえ量じゃないですかそうですねでもざっくり例えば言語学者は分類として3つとかそんなぐらいに提案してもちろんねちょっと諸説というかこれに対して批判もありますけど例えば日本語みたいにその名詞の後ろに「が」をつけてとかあるいは例えば「 食べさせられかけたみたいなものとかも食べるにさせられるかけるたみたいな要素がをつけてますよね。こういうこのあるものの後ろにペタ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 要素をつけてそれでその文の中の役割みたいなのを示す言語っていうのはあ膠着語と呼ばれたりする。の膠着状態の着着ですねっていうのは皮ですよね。 うん、まあ接着剤だと思ってくればよくてだ、うん、から硬着ってピンとこなかったなボンドとかだと思ってくればいいです、うん、ボンドゴみたいなボンドゴみたいな覚えやすいです、ねはい、ボンドゴ覚えにくいな <laughs> ボンドゴ覚えやすくないボンドゴみたいなボンドゴいいと思いますけどねそうでもよりはボンドみたいにペタ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 っと後ろにこう要素をくっつける、うん でこうういペタペタ言語はペタペタボンド語はすごいどんどんミームが変わっていきますね独自の語順は自由にできますよね後ろにガーとかつけているから日本語とはい食べさせかけられたはそれ以外の順番にできなくない食べあいけるか食べさせられかけ食べさせられかけた以外の順番はないですよねはい順番を自由にできなくないじゃあごめんなさいえっとだから食べさせられかけたっていうユニットとかえっと ががとか、うん、花がみたいなことだけかっちりくっつけておけばユニットは決まってるけどそのまとまりを好きなところに持っていってか食べさせられてかけてしまった太郎がケーキをとかでも別に意味は通じるわけですよね。こういうのが、まあ膠着語といわれるボンドみたいにペタ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 と後ろにくっつけていく言語、うん、だとすれば、えー、逆に単語が のの形がこう文文中でこう変化して文法機能を表す例えばフランス語とかそうなんですけど名詞に書くって呼ばれるものがあってまあいい英語でもいいや代、はい、名詞とかがさ「うん、I」「My」「m e m i n e とかありますよね,りますねそうああいうふうに単語の形をこう変えることであなるほど「Me」だから目的格なのねみたいにてか「Him」だったから「うえーっ,とえー、っと目的格かこれも」うん、だよねみたいにするのも えっと一ジャンルとして、こ着後とは別のジャンルとしてあって、それはなんて言いうんですか、これは屈折後と、屈折語ね曲げるってことですかね。そそうですねだからその、うん え例えば「愛」っていう名詞が文の中でこう変形くねくね曲がって変形するみたいなまあちょっと訳語として屈折ってピンときづらいですけどうそうだね変化形語みたいな変形語みたいな方が,方が良さそうですけどねそうですねただまた変形はね変形で用語としてあー難しさしてるのもあるんですけど,どまあ伝統的に屈折語と呼ばれるし逆にそのどっちもないほ<う>つまりえ単語にその屈折語形変化みたいなのないし、うん、かつその 格助詞的ななもものが発達ししててい言語もあったりこれ中国語とかですねほら漢字をさ屈折とかし活用とかしないじゃない漢字がそのまんまずらずらって並んでますもんねはいでこれはもうその語順とかで基本的にはそういう文法機能なるほどこの文の中でこういう意味だみたいな風にえっと示している語順のみってことだねそうですね 完全にきれいに分けられるものでないで、ちなみに中国語みたいなやつの名前は、あ、ごめんなさい。これ、孤立語と呼びます。孤立語か。文がその、単語が1個ずつ孤立してる。るからってことですね。から、孤立語みたいなイメージだと思うんですけど、なんかかわいそうですね。急に1個だけかわいそうだな。膠着語、屈折語、孤立語。なんか1個だけ主観入ってますね。他の2つはなんか逆観的なのに、孤立語だけかわいそうよな入ってるわけないじゃん。やめてください。1個だけ主観的なんだよな。いえ。いこういう、例えば分類とかがあったり。 して文法っていろいろあるけれどもざっくりこんな感じの系統だよねみたいなものは言語学者が整理してくれているというわけですね。 ブライデンガイっていう福本信ブ先生の漫画がありまして、最高の名作ですね。名作なんですよ。孤立せよ、う。あの漫画のキーワードが孤立せよなんですけど、ブライデンガイが喋ってるのは多分中国語です。あ、違います。日本の漫画で日本語喋ります。孤立語を喋りたいですよね。多分孤立せよって思ってるやつは。ただですね、日本語ってのはまあ起源が系統的に不明とされていて、そういうのは孤立の言語とか孤立語とか言われるので、ああ、そうなんだ。そういう風に孤立語 孤立語の意味がだから、そういうパターンも確かあったんであ、孤立語って言ったときに、1位に意味が定まらないんだ。えっとね、そう、系統的に、その孤立している言語って何だっけな、な、うんだけの別の名前もなかったかな。なんかちょっと忘れちゃいましたけど、ごめんなさい。あの、基本的なところだと思うんですけど。だから、そういう意味では孤立語を喋ってますよ。<laughs> 来年の日本語の、ね。到着語の孤立語を喋ってる。はややこしい。<laughs> ややこしい。じゃあ、これだか孤立。 孤立語である膠着語の日本語を喋っている主人公が「孤立せよ」て言ってるわけですねだからもしかしたらより正確に言うには「膠着して孤立せよ」かもしれないですねそうかな <laughs> 正確かそれ「膠着して孤立せよ」の方がいいモノローグになった可能性がありま <laughs> ないす今価値がゼロになりましたもうマイナスいって,言ってますそれもうここまで文法について話してきまして、はい の単語を並べる規則っていうのがないとある程度例えば複雑な意味を持った文っていうのは伝わりづらいし、はい、逆にそういう複雑さを伝えるための手段っていうのはいくつかあって屈折させる、うん、単語の形を変えて伝えることもあれば、うん、ペタペタと書く女子みたいなものを一緒にくっつけたりして伝えるみたいな、うん、いろんな方法があるよねって話をしてきましたうん、うん、でもそうするとさ子どもまたさ、うん、これも覚えなきゃいけないのはタスクとして大変すぎません 単語を覚えるのとはさ同時にさはい、はい、文法も覚えなきゃいけないわけですよ。子供が言語をマスターしようと思ったな。 まあ,あびっくりした、膠着語が、膠着語と孤立語とみたいな、世の中には三つがあってみたいなの。子供が覚えなきゃいけないのかなと思ったんですけど <laughs> てら。なんで日本語は孤立語なの、膠着語なのとかっていう話かなと思ったんですけど、じゃなくて、文法自体を覚えるのが大変ってこと。そうですね。ええー、例えば、オギャーと日本に生まれて、うん、日本語を話す、うん、えっと、話者のもとに育った子供であれば。 日本語、本当、うんね、5歳とかになると全然バリバリに喋ってますけど、そうですね、よくよく考えたら、だって10億ページぐらいある、うん、マニュアルみたいなものを覚えなきゃいけないわけですし、それから、えー、2つの言語を聞いて育った子ども、例えばお父さんは英語を喋っていて、うん、お母さんは日本語を喋っています、うん、っていうような家庭に育った子どもっていうのは、ちゃんとバイリンガニルになるんですよ。うんすね、これ、よく考えたらだって不思議じゃないですか。ううん、うん だってうん、文法についてちゃんと習ってないのに、はい、なんでそれ全部習得でできるんやってことですかねそうですねそれから、うん、もし、うん、その英語ってめっちゃ習得するの難しいけど、うん、日本語ってすげえ簡単なんだよねみたいなものがあったとします、うん、仮にね。うん、にねでそしたらじゃあ習得が難しい言語を喋るお父さんと習,習得の難しい言語を喋るお母さんのもとに生まれた子って。うんうんうん 言葉覚えるのめっちゃ苦労するとか、例えばありそうじゃないですか。ありそう。<はい S 2> ありそう。あとし簡単な方だけ覚えるとかね。あ,あ、そうだよね。ありそう。でも全然どちらもまあ使えるケースが多いわけで、<うん S 1> でそうするとやっぱりその言語学者としてはなんか共通点があったりするのかなみたいな。 世界中の7,000以上の言語に文法の共通点ってねえのかなみたいなことを考え始める。あなるほどなるほどね。全く違うタスクなんだとしたら片方だけできるようになってもいいだろうと。はい、なんで両方できるようになるんやって考えたら共通部分があるからだって話になるのか。そそ、うん、そうそうそうだしまあほらあの同じさ、うん、人が喋ってんだからさ、うん、で同じようなさ DNA でさ、うん、同じ脳持ってんだから。うん だいたい出てくるもの一緒じゃないのっていう。うんなんか外面はだいぶ違ってみるけど、だいたい一緒なんじゃないのか、うん、っていうアプローチを取り始めたのが。まあ、チョムスキー、ね。はあ、なるほど。ですよね。はあ、壮大な試みっぽいですね。いや、そうなのよ。無理そうだけどね、共通点探すの、ね。ややばいこと言ってると思うんですよ。このチョムスキーがやろうとしてることって、凄、うん、まじいスケールのことを。うん、えっと、言い出してるんですけど。そうですね。はい。 例えば生物とかでも共通点って思わぬところにあったりすることがあるわけであ,ありますねえなんか知ってます水玉模様ほうはいはいの生き物っていっぱいいるじゃないですか、はいはい、ああえっと毒を持ったカエルとか、ね、うんですあそうだね野毒ガエルみたいなのいるよねはい、はい、あと島模様の動物もいっぱいいるじゃないですかはいシマウマとかシマウマとか,マとかあれ一緒ですよね 違います。<laughs> 違います違います。<laughs> 水玉模様と縞模様って一緒ですよね <laughs>。い,いや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 違いますよ。<laughs> あれを極めてシンプルな同じ基調によって生まれてるってすごくないですか。ん同じ原理で違う,そうで形になってるってこと同じ原理でパラメーターが違うだけですへ。へえどういうことどういうこと。ううこ,とこの話を考え出したのが計算機科学の始祖であるチューリングなんですよお。お、は、お、い、はいはいはい。アランチューリングがコンピューターサイエンス いや数学以外に生物の論文も書いておりまして、えー、彼が書いた論文の話がそれいわゆるチューリングパターンってものなんですけどシマウマの島もドット模様の水玉模様の魚も全部同じ基準で動いてるだけシンプルな方程式で記述できる。はははいはい、はい っていう話があるんでチューリングってあの「エニグマ」解読した人ですね暗号を解読した人そのイメージしかないですけどそんなこともやってるんですかそんなこともやってるんですよ化け物だなそしてこれはいつか関連チャンネルのゆるコンピューター科学ラジオでしゃべろうと思ってるんで今しゃべるとネタが一個なくなるんでやめます極めて妥当で実利的な判断そうですねはい素晴らしいと思いますあとこの話話し始めちゃうと10分かかるんであそう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 そいそう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 た。うでうそうそういうことですよね。これとこれ一緒なん。はいはい 原理でで生まれれてるんここみたいなことよねねそうです、ね、そのチョムスキーも、えー、っとある時期は、うん、そういう言語ってのはまず基本的な本質的な要素と、うん、それからある言語ごとによって違う要素に分かれていてその違う要素のことをパラメーターと呼んでいた、うんうん、からかかチューリングともすごくかぶっているちなみに僕がその持ってきたその生物の、ね、共通点の話でいうと、うんあの。哺乳類は 体の大きさに関係なく大体いいおしっこにかかる時間が21秒以内っていう話を持ってきました <laughs> 僕は。なんで面白いっす。<laughs> いい、いい授業持ってきましたね。ありがとうございます。そうなのはい。へえ。ー。俺でもたまーにめっちゃ我慢してる時とか40秒ぐらいかかるって気がしてます。<laughs> 聞いてない。イベント出てる時とかさ、ああ、なんかおしっこ行きたいけど、ちょっと我慢しないとなと思って。一生懸命三時間喋った後とか行くと、一分とかしてる時あるよ。はいはい、聞いてない。ごめんなさい。判例じゃないんですか、これ。あの、それはちょっと知らないです。あの、そんなただ、おしっこ貯めただけの人の話は聞いてないです。おおむねね。そう、だから、えっと、象も牛も人も犬も。全部。大体二十一秒以内におしっこが済むと。 へもっとメジャーな例えでよくないあのゾウもネズミも概ね哺乳類は一緒で心臓の打つ回数が一緒とかでよくないあちなみにねあの、うん、うんこは21秒ぐらいあの12秒ぐらいですむらしいです細 <laughs> 足ですこれうんこのの方が早いのうんこはそう21秒だっていう<え>ただまあもちろんねこれ例外があったり、うん、あの プラスマイナス何秒みたいな全部が全部21秒というわ、ね、けではもちろんないんですけどここでだからびっくりしてほしいのはその体の大きさに限らないっていうことですね意外だよねゾウだったら長そうみたいなこと,とかはないそう、ね、でも確かにゾウとか動物園で見るとバサッて出てくるもんねうん,早いんどいのどやらいのがねどラらいのが出てきますもんね <laughs> ちなみにこの研究は2015年にのあのイグノーベル物理学賞を取ってます <laughs> あイグノーベル賞を取りそうっすね物物理学賞生物学賞賞生じゃなくて あ確かにね。あと、ね、<laughs> えっと、そうですね。確かにそうだな。まあまあちょっとあの、間違ってたら、あの、YouTube とか、うん、あとは今、Spotify とかでもあれですよね、あの、うん、僕らのポッドキャストに動画も見れるんですよね。Spotify で,、ね、ではビデオポッドキャストっていう独自機能があるんで、はいはい、それが映像が見れますね。はい。だからそこでちょっと間違っていたりしたら、テロップとかで補足を入れておきます。うんそうですね ちょっと脱線しちゃいましたけど、チョムスキーという言語学者が、うん、じゃあその言語の多様性は、どうのように説明しているかというか、うん、実際その普遍的な要素、うん、言語はどう,どうやったらこの多様な言語っていうのをシンプルに記述できるかってことに突き進んでいっているんですね。はいはい、で、その最先端の研究、まあ、ミニマリストプログラムとか呼ばれたりするんですけど、ミニマリストの間では、 あのたった一つの操作、うん、このたった一つの操作だけで、うんまあ、言語の多様性というかは、まあうん、基本的に記述できる嘘だっていう,うミニマリストすぎるってそれはそれはミニマリストすぎるよさすがに平語、まあ、マージとか言うんですけどマージっていう操作をすれば<ー>えと言語の文法辞書文法っていうのを一通りこり記述できるんだって言っていて、うん、で僕もね うん、いや、ほんまか。公開すぎるよね、その主張は。お、まあ、ほんまね、うん、<思>って思いますよね。おう、思って、まあ、そのミニマリストの本とかね、読んでみたんですけど、うんうん、チューリングのね、ことと一緒です。うん 難しいもうね俺多分アホなんだって,て読んで <laughs> 何言ってか分かんねえやと、うん、俺多分バカだっていう気持ちになりまして <laughs> <ー>多分ちゃんとやろうと思うと、うん、まあそれこそ本当に多分英語のね論文とか本とかを読まないと理解ができないので、うん、ちょっと僕は実は挫折しちゃったんですけど,どいつかねちょっとこのミニマリストも 実はこのイルゲン語学ラジオを故意的にこう捉えてあの監修をしてくれてる先生がこのミニマリストやられているのではい、はい、この先生とかにいつか教わってまた堀本さんに伝えられたらいいなと思っているんですけどもし本当にそんなことができるんだったら一つの操作だけで全部の言語辞書を説明できますよって言われたら、うん、それ知れたらめっちゃテンション上がりますけどね。僕,であの僕もそう思ったし、うん、それこそそれ伝えられたら超いいなと思って勉強したんですけど、うん、もう本当壁が高い。うん、なんかさ <laughs> 言いたくなるじどうやらなんか最先端の言語枠だと、うん、もう一個のマージっていう操作だけで世界の言語の普遍性っていうのはもう記述できちゃうらしい,い,いよバズりそうバズりそうこれ言いたいじゃないですか、うん、でもえ例えばどういう感じってやったら、うん、もういやまあその内的併合と外的併合がまず <laughs> みたいなアルファとベータが <laughs>。 何にも分からないなないってなるわけですねいそういう感じで思ってるより難しいのであのちょ,っと,ちょっと勉強してみる方ってできるものではないですけど,ど、ね、まあまあ,今あのそういうような結論にたどり着いているらしいと <laughs> んかさそういうのよくあるよね聞きかじった話ですごそうなんだけど中身のこと分かんないからどうやれないみたいな。 超紐理論とかそうですよねあそうなんか重力って全部の細かい粒子がひものように振動してる全部の原子量子みたいなものってひもらしいんだぜみたいな、うん、それが振動してるから重力って生まれるらしいんだぜみたいなこと言ってもさ結局どういうことなんでじゃあそれひも振動したら重力生まれんのって言われた瞬間に破綻するじゃないですかか、はい、なんかねね今俺ら生きてるとこも次元じゃねえか。って言われてるんだよ。<笑><笑> あれ11次元じゃなかった11か11次元空間みたいな話だよねひもが振動してるのはねって言ってねえっ11次元空間ってどういうことなんだろかアリもさほら遠くから見るとさ3次元じゃなくてさ1次元に見えるじゃんあるある謎の例えでごまかすやつなんかそういうことらしいよ詳しくはんか「ニュートン」とか読んでいいよって言って自分が読んだポピュラーサイエンスの例えでごまかすことしかできない悲しいやつあります何にも数式を追ってないんで ということでここまでは、まあ、文法っってててすごいいよねっていう話をししきました、うんうん、そのうちの、まあ、一番大きいのはその並べる規則みたいなところの話をしてきてそれがその結構複雑だし、まあ、言語によってはその並べる規則じゃないものとかを使って、えー、と伝えたいことを伝えているその方策っていうのは色とりどりというかいろいろなケースがあるんだけれどもうん、うん、ざっくり3つにままとめられますよはい膠着語屈折語、えー、孤立語うん、うん、みたいに、えーとまあ、古典的な分類 だから紹介したんですけど、うんうん、なんかすげえ多様性あるなと見せかけて、最先端ではたった一つの操作で。記述できるのではないかっていうところまで。ジェースキー先生のね。現代言語学がたどり着いてるよって話をすごいしてきました。うんうん、はい。で、えっ、ー、と、ここで文法の割りはおし、話はおしまいで、うん、最後はやっぱ音ですよね。うん、音声ってやっぱすごいなっていう。<laughs> 音声って本当。音声っていいない。はい、<laughs> 当たり前すぎるって、音声はとうとう。 単語も文法も同じこと言ったけど、はい、音声はもうひどすぎるよ<え>物理的な刺激にまで落ち込んじゃったよとうとうあ音声のことを物理的な刺激だと思ってるでしょ あ、音響音声学派の人ってことですかいやちょっとよくわかんないですけど <laughs> 音響音声学は何か知らんけどいや、音響音声学っていうのは音韻論の話とかはちょっとよくわかんないですその細かい区別何もわかんないですけど音はだって空気の振動だから空気の粗密が伝わってきてるだけだから、はい、もはやその人間が恣意的に決めたものとかでもないじゃんだからそ,それはちょっと厳しいよさすがにって思ってます人間が恣意的に決めたものです 音も、うん、物理的な刺激ちょっとまあそんな話をねなるほどちょっと話し出すときりがないので次回,、ね、次回は、はい「音ってマジですごいな」っていう,うんこんな音発生できるこんな期間に恵まれて「うん、口ありがとう」っていう <laughs> そういう回です。<laughs> 何かに感謝させようとしてくるな毎回文法 <laughs> ありがとうって思わせてようとしたりね、はい、口ありがとうって思えるようになるかちょっとじゃあ次回楽しみにしつつも、はい、寝る前こうやって口見てありがとうって言って <laughs> 嘘つくなよ <laughs> シンプルに嘘つくなよ <laughs> 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 えでは皆さんも次回を待ちつつですね高評価とかチャンネル登録とか感想のコメントとかねどしどしいただければと思いますはいう人も ぜひ体験談をホーでーコメンてもらえあの「おも面白かったです」みたいなと同時に何かも、うん、そうですね同時に発声してもらう、はい、かまあホーミーができない人に関してはドクタードリトルの思い出とかを書いといてもらえるといいと思いますね <laughs> 極端なコメントなんだなまた <laughs>、えー、そんな感じでまた次回お会いしましょう今回も終わりしますありがとうございましたありがとうございましたこの番組は ゆるく楽しい言語トークですできる限り裏取りをするよう心がけておりますが不正確な内容が含まれる場合がありますテロップやコメント欄などで補足をしていきますので適宜ご参照ください